Imagine all along, confessing while I know. なんだよ。やれやれ。
やらないと通報ってマジヤバいだろ。さくら双葉？さくらって確かマスターの名字。マスターにご家族いたっけ？どうなってんの？おおらかすぎんだろ。普通なんか紹介とか挨拶とかねえの？居候なんだろ？まあ事情が事情だからな。予告状が届いたのもマスターの家だし、関係があると考える方が自然よ。アリババがどこのさくら双葉か言わなかったことも理由の一つ。名前だけで十分だと思っているんじゃない？そういうことか。近くにいる誰かの仕業と考えるのが妥当じゃないかしら。なるほど。アリババが携帯のアカウントをどうやって突き止めたかはわからない。ただチャットで命じてくるというのはからかわれている気がしないでもないわ。いたずらってことか？要求がどうもね。正体をバラされたくなければ金を払え、これならわかる。でも理由も言わず心を盗めでしょ。試されてるのか。とにかくさくら双葉に関してはマスターに一度聞いてみるべきだと思う。それがいいだろうな。今できることはそれくらいだし、ご主人も心当たりがあるかもしれない。私は念のため学校の名簿を調べてみる。慎重に頼むぞ。マスターに正体を悟られないようにな。うん？どうした？お前なんで知ってるんだ？関係ねえだろ。帰る。店閉めとけ。こりゃビンゴだな。
うだな。手紙読んでいただけましたよね。あんただな。こいつに双葉のことを吹き込んだのは余計なことしてくれたな。わがままのことなら話す気はねえからな。吹き込んだ？何の話です？まあとにかく親権停止もやむなしということでよろしいでしょうか。はあ？お宅の家庭状況にお嬢さんの状態、有利なものは何一つありませんよ。火災に出ますか？ 99.9% 我々が勝ちます。虐待の疑い、親権停止は免れないでしょうね。そこまでするか。あれのことは知らねえぞ。こちらも親権ですから。認知科学が精神暴走事件と関わっている可能性がある以上。ちっ、誤算だよ。では後日また連絡します。あんたの聞きたいことは多分何も出てこねえぞ。構いません。有用かどうかはこちらが決めますから。今度は美味しいコーヒーを飲みに来ますね。塩まけ塩。人をイラつかせる天才だな、あの女。なんだその面は。言いたいことでもあるのか。お前には関係ねえ。いい加減にしろ。追い出されたくねえならおとなしく学校だけ行ってろ。分かったな。店閉めとけ。双葉って子がいるのは確実だ。ひどい目に遭ってる可能性があるようだが、それからアリババがルブラン関係者という推測濃厚だな。あと認知とか言ってなかったか。ご主人の裏側気になるな。しかし追い出すとまで言われちゃ突っ込めない。マスターが女の人に脅されてた？ああ、偉そうに虐待だの、裁判にするだの、いろいろわめいてたな。どうかしたのか？いや、なんでも。話を整理すると、双葉はマスターの子供で、しかも虐待されてるってことよね。私よく知らないんだけど、マスターってそういう人なの？私もそう思いたいんだけど、確証はないんだよね。アリババか？で勝手なやつだな。弱みを握られてるからね。そもそもこいつの言う双葉にパレスあんの？しかもキーワードないとどうしようもねえし、今言ったことそのまま投げてみろよ。
すのこれ。会うことができればアリババの素性もわかるんだがな。会えないか聞いてみろ。シャットダウン？わけがわからない。アリババは外に出られない上に双葉にも合わせられないって。ま、俺らにはもう関係ないだろう。連絡も取れなくなっちまったし。でもメジエドはどうする？取引なしになっちゃったよね。メジエドだけどさ、あっちこそいたずらだったんじゃねえの？派手に宣言した割にさっぱり動いてねえし、怪盗団の力にビビったんだよ。改心されるのが怖いからやめたってことか？そうそう、格好悪くて謝れねえんだよきっと。いやけど、アリババもメジエドも消えたし、とりあえず一件落着ってことでよくね？そうね、確かに少しは気を抜いても良さそうね。そういやさ、金城のお宝聞いて驚け、15万円だ。すごい、パーッと打ち上げできるじゃん。おお、花火大会のリベンジだ。怪盗団も世界デビューできたんだし、見合ったもの食いに行こうぜ。どこがいいかな。なら俺寿司がいい。それかうなぎ、国産の。寿司はガリで腹を膨らませてから食べる。それが俺の極意だ。今回はそんなことしなくていいから。っていうかやめてよ。我が輩、寿司なら大歓迎だ。お前もそれでいいだろう。決まりだな。よし、早速明日の夜行こうぜ。Thank you.
忙しそうですね、サエさん。板挟みなんじゃないですか、いろいろと。怪盗が金城をあげてくれたおかげで、こっちのメンツ潰されて、挙句の果てに沈黙していたメジエドが、ついに宣戦布告。どこまで引っかき回してくれるのよ。ストレス溜めるの、お肌に悪いですよ。わざわざ嫌味言いに来たわけ。気分転換に僕の推理、聞いてもらえますか。強盗無形だと思われるかもしれませんが、あなたが追う事件と怪盗の行為、重なる部分はありませんか。根拠は全ての事件に共通する当事者の不可解な心変わりです。それは私も睨んでる。だけど根拠じゃないでしょ。言ったじゃないですか、推理です。正義を謳った怪盗団で世間を騒がせる。だがそれは隠れ蓑に過ぎない。本当の狙いは精神暴走を使ったテロ行為なんて飛躍しすぎですかね。現時点で否定する材料はないわね。その話警察には言うわけありません。組織としての機動力、実行力を利用してやるぐらいしか彼らに価値はない。手伝ってもらっていた甲斐があったわ。それはどうも。サエさんの守備は、愛人家の被害者の娘を引き取ったという男から有益な情報は得られたんですか。さっぱりよ。そうですか。では僕は勝利のために何をしましょう。怪盗団徹底的によろしく。勝つためなら手段は問わない。それが私の流儀だから。かしこまりました。楽しそうね。何か掴んでるの。いえ何も。それでは僕たちの勝利のために。よーし。やべえ、このヒラメただことじゃねえぞ。シャキシャキのプリプリで。値段が書いてないんだが。時価っつんだよ、気にすんな、金ならある。おいおい、大トロはまだか。待ってろ、つうか声出すな。ところでマスターの件だけど、本当に虐待するような人なの。またその話。いや、ちょっと気になっちゃって。裁判とまで言われてたら。マスターってどんな人、虐待するように思える。もし虐待が事実なら、保護者だったはずがとんだ悪人だぞ。更生すべきはご主人ってことになる。ちょっと待って、そのことなんだけど、実はあの後気になっちゃって、マスターの名前ナビで確かめたんだよね。反応はなかったの。うん、これ以上はよそのうちの問題だし、深入りしない方がいいかも。もしかしてアリババってマスターの元嫁とかだったりして。二
双葉は浮気相手の隠し子なんだよ。ないでしょ。妄想しすぎ。くだらない。しかしうまいな。生涯初めての体験だ。いやー、これも怪盗やってるおかげ。やべ、怪盗。そう、怪盗とは味が段違い。美味しいわね。うん、さすがネタが違うね。どこもかしこも怪盗ね。実にくだらない。龍二、場所考えてよ。終わり。ついうっかり。マスターの話振ってごめん。せっかく来たんだし食べないとね。新島さん、どうしたの？こんなところで。明智くん。明智？君たちはテレビ局で、もしかして新島さんの友達？知り合いか？はじめまして、明智って言います。よろしく、北川雄介くん。なぜ俺の名を？それは僕が超能力者だから。というのは嘘で、駆け出しの探偵なんだ。君はまだらめの門下生だったんだよね。実はこれから怪盗団の捜査チームに加わることになったんです。メジエドが怪盗団に宣戦布告したの見ました？宣戦布告？ついさっきホームページが更新されていたよ。マジで？英語。これなんて書いてあるんだよ。ずいぶん動揺しているようだけど。いや、怪盗団の大ファンなんだよこいつ。バカみたいにミーハーで。あんな連中のファンなんてやめた方がいいと思うけどな。なんなんです、さっきから。ごめんね、お友達同士のところ。それにしても面白い交友関係だと思って。新島健二の妹にまだらめの門下生、それに囚人の生徒、差し詰め怪盗団つながりとでも言おうか。ひょっとして僕なんかよりいい情報知ってるんじゃない？そうだ、君に聞きたいことがあるんだ。今回のメジエドの騒動、もし君が怪盗団の一員だったらどうする？うん、大多数の意見と同じか。期待外れで悪かったな。俺たちは普通の高校生だぜ。むしろ探偵様のご意見を聞かせてくれよ。怪盗団をプロファイリングした結果、未成年のグループだと僕は考えている。放課後は比較的自由に行動しており、身をくらますアジトが存在する。そして4月頃から活動を開始。手始めが鴨志田であることも鑑みて、怪盗団って君たちと一致するところもあるよね。通報でもしてみるか。君たちを疑ってるなんて一言も言ってないだろ。ちっとも動じないんだな。やっぱり君は面白いな。その冷静さは僕にはないよ。でも僕の推理も面白かったろ。僕らが手を組んだらいいコンビになりそうだ、なんてね。はぁ、いきなり何言ってんだお前。今度は君の話を聞かせてよ。君のところには面白い情報も集まりそうだしね。その代わり僕が推理のコツを教えよう。悪い話じゃないと思うんだけど。よし。
いろいろ参考になったよ。じゃあまたね。何あれ、まさか俺たちの正体がバレてるのか。いや、それはねえだろな。さすがにそれは考えすぎだと思うけど、警戒した方がいいかもしれないわ。実際のところアリババに正体がバレたんだし。バレたと言っても証拠をつかまれたわけじゃないだろう。普通にしていればいい。